ことで、はい、どうでしょうか。ね。今日の講義だけでね、なんと、第一問ね、28点なんですが、ね。28点中、だいたい16点から20点はもう取れちゃうんですよ。すべての回においてね。うん。そうしますとね、まあ、ちょっと20点と仮にカウントしますとね、第2問、前回やったじゃないですか。ね。第2問ね。このね、第2問これ、これ16点じゃないですか。16点、12点ね。したがってね、もう実はプラス16点ですから、36点取れてるんですよ、これ。ね。で、合格70点ですから、はい、もう半分以上ですね。半分以上取れちゃってます、もう実はすでに合格点の。ね。いいですかね。うん。たった3回ですよ。ね。たった3回しかやってないですね、講義。ね。しかも1回やったら約2時間ぐらいずつですよ。ね。約6時間。ね。それでもう十分半分ぐらいまで来ちゃったんですよね。うん。ということでね、すごく効率よくね、勉強できていると今思います。ね。で、今日はね、斜め時もね、お話ししましたから、ね。ぜひね、この形でどんどんやっていってください。ね。で、最後にね、